Off. I'm gonna cut it short for a quick second. Is the park. Is there no time is this? Okay, I gotta go back through here and go all the fuck around. Oh my god. ルカ頼む。
Oh my God. Quick second. Down for somebody to fix me.
こへ行っても怪異だらけで、なかなか出口にたどり着けないぞ。ルカだけでも病院の外へ出ることはできないのか？ええ、怪異が大量に発生している場所はテレポート自体が危険ですから。落ち着け、ワタルもデータを持っていないなら出口までのルートは自分の記憶に頼るしかない。記憶か。俺の記憶は当てになるのか。ユイト、危ない！無駄！ユイト！ごめんね！水平方向しか投資してなかった。ごめんなさい。いや、俺もぼーっとしてた。ごめん。ありがとうな、花火。それより、カイン、こっちに来る。迎え撃ちましょう。まだやれるよな。
みんなついてきてくれ。地下道路を通って六勝者跡を抜けて怪異を振り切る。あのここはもしかしてセーフゾーンですか？セーフゾーン？何それ？ニューヒムカ政府の取り付けた監視システムの死角にあたる場所だよ。僕たちはセーフゾーンと呼んでいる。ここなら安心して話ができるからね。町の外で話せばいいんだろうけれど、巡回中の海抜群に見られると困るから。こんな場所があったのか。ここで話すってことは政府に知られたくない話。そういうことになるね。
君たちが海抜軍病院に行くことを早く聞いていればもう少しうまく立ち回れたと思うんだけれど、吹雪さんは海抜軍病院がどんな場所なのか知っていたんですね。ああ、ルカは聞いていなかったみたいだね。あの病院ではニューヒムカの国家プロジェクトである超能力研究を行っているんだ。大脳の調律によってより強力な超能力を引き出す。おじさんの病院でそんなことは。そうか、あそこは一条家の病院だったね。今から話すことは君には辛い話になると思う。はい。あの病院で大脳の研究を進めた結果、いくつか副産物が生まれたんだ。人格矯正ですね。ああ、政府に都合の悪い人間の脳を調律して洗脳することで無害化する。ナギはナオミの怪異化を目撃したことが政府に知られてあんなことになってしまったんだ。え、でも俺やゲマやカサネだって同じものを見たのに。みんなのことは僕が監視するという名目で守れたんだが、その前にナギは政府に捕らえられてしまったんだよ。すまない。僕がもう少し早く情報を統制できていれば。あのナオミの怪異化って何ですか？ナオミは戦死したんじゃ。そうですか、ナオミは戦死ではなく怪異化したんですね。怪異化ってまさかナオミが怪異になったってこと？ナギもそんなようなこと言ってたけど、人間が怪異になることなんてあるの？それがニューヒムカの大脳研究のもう一つの副産物だよ。特殊な物質に接触させて生物を怪異に変える。脳を持つ生き物なら何でも怪異にできるんだ。待ってください、それじゃあナオミを怪異にしたのは政府だってことですか？そういうことだ。ゆっくり説明をしてあげたいけれど、このまま町にいるのも危険だ。おそらく政府から君たちを引き渡すように命令が来ていると思う。ひとまずこのまま紹介任務に出てくれ。その間に僕が事態を収める。いいね？待ってください、どうして吹雪連隊長はそれだけの事情を知りながら人格矯正を受けていないんですか？ルカも今の話を知っていたみたい。そうだ、だからあの時ルカはナギと話すことより逃げることを優先しようとした。簡単だよ、僕は体制側、政府の犬だからね。ルカはカレンからある程度の話を聞いているはずだ。気になることはルカに聞いてくれ。そうですね、まずは紹介任務に出ましょうか。道すがら兄から聞いた話をします。ユイト、どこに行くか決めてくれませんか？わかった、それじゃあ菊池場へ行こう。近くに物資反応があるみたいだな。ここでは落ち着きませんね。人目につかない場所へ行きましょうか。
一応紹介に夢中ってことになってるんだから、怪異の討伐も頼むぞ。ここでルカの瞬間移動を使うと楽かもしれないな。火の攻撃を受けて体に着火すると体力に削られるからな、気をつけてくれよ。
最近僕たちは一緒にいる時間が長いですよね。この先は怪異が多いからゆっくり話せるような場所はなさそう。ありがたくもらっておこう。この辺りなら話ができそうですかね。ルカ、ニューヒムカ政府が人間を怪異に変えていたっていうのは間違いないのか。ええ、かなり前のことですが、吹雪さんの婚約者だったアリス一条さんも怪異化したそうなんです。兄と吹雪さんはアリスさんが怪異化した原因を調べ始めました。その過程でニューヒムカ政府の人格矯正や怪異化技術、各都市の監視システムに気づいたんです。あのアリス一条ってアリスおば様のこと？ええ、花火のおばさんにあたる方らしいですね。何か聞いていますか？ううん、海抜群に入って二十歳で除隊する予定だったのに殉職してしまったって。だから私がスカウトされた時も大反対されたの。でも法律でスカウトは拒めないから。うわ、データベースからアリス一条の資料を見つけたぞ。花火そっくりだ。アリスさんは海抜群病院の前理事長の娘だったんだな。それでスプリング製薬の吹雪連隊長と婚約してたのか。多分そうだと思う。私も初めて聞いたけど、ありそうな話だもん。ニューヒムカ政府が先導する計画だったなら父さんもこのことを知っていたのかな。ご存知だったと思います。それどころか全ての中枢にいらした方だと思った方がいいかもしれません。スメラギ家は代々政治家と官僚を輩出している家柄ですから。なら兄さんも知っているのか。俺だけ何も知らされないまま。ユイト、カサネが来る。8時の方向。カサネ待ってくれ。話をさせてくれ。断るわ。死んでもらう。どうして俺の命を狙うんだ。言うくらい教えてくれてもいいだろう。話をする気はないと言ったはずよ。助けろ。えっ、お願いユイト。どこを通とするなら力づくでも止めるから。俺はそんなつもりはないんだが。ああもう頼むから、じっとしててくんないかな、ツルミちゃん。手加減はしねえ。諦めて。どうだよ。集中。おまけ。動け。
That's so good. I'm not trying to do that though, because that still doesn't like fucking really. みんな大丈夫か？
しいな。カサネ、教えてくれ。どうして父さんを殺してセーランに着いたんだ。父さんが怪異化の研究に関わっていたからか。ニューヒムカがナオミを怪異にしてしまったから。そう、あなたも気づいたの。ええ、そうよ、その通り。おい、子供が来るぞ。何？どうしてここに？ユイト様、こだまちゃんが来ましたよ。あ、めあ、待ってくれ、カサネ！あら、非国民のカサネちゃんもここにいたのね。まあいいわ。ユイト様、はじめまして、こだまメロンです。私とも初めましてじゃない？ああ、そうね。でも私はユイト様推しなんで。あ、ユイト様、フブキ様から伝言よ。事後処理が終わったから戻ってもいいって。こだまは俺たちの味方なのか？もちろん、こだまちゃんはいつでもユイト様の味方で。立場的には児玉正体の隊長兼吹雪連隊長の補佐官だけど、心情的には断然ユイト様推しだから。なんだよ、わざわざ児玉が来なくてもこっちに知らせてくれればすぐなのに。渡るってば信頼されてないんじゃない？妹の方はセイランに行っちゃったわけだし。うるせえ、ハルカと一緒にするな。だけじゃないしね、これも渡さなきゃ。だからこれ
海抜群病院で処方されたユイト様の薬よ。あ、あれか。大丈夫なの？おじさんたちには申し訳ないけど、海抜群病院の薬なんて危ないんじゃない？花火？それに他のみんなもだけど、スオでは気軽に病院での話をしたり批判を口にしない方がいいわよ。理由はわかるわね。政府に監視されているからか。そういうこと。それじゃあ私戻るわね。ユイト様、またね。このアンプルは、これはあの時配置化軌道で見つけたアンプルと同じものか。ねえユイト、スオに戻る前にアジトで今まで聞いた話を整理してみない？あそこなら話が漏れることがないと思うし。ちなみにこっちの管制システムの会話データはそもそも記録が禁止されてるから安心してくれ。今思えば記録禁止って吹雪連隊長が政府のことを知っていて海抜群を守るために決めたのかもしれないな。ああ、そうだな。なんだか立て続けにいろいろなことが起きて頭の中がぐちゃぐちゃだよ。ええ、まず状況を整理しておきましょう。一条海抜群病院休館では超能力に関する研究が行われている。おそらくその過程で脳の機能の研究が進み、人間の怪異化や人格矯正ができるようになったのでしょう。はい。花火、あなたは何も知らなかったのだから自分を責めてはいけませんよ。うん、花火いつもみんなに優しい。自分にも優しくするといいと思う。ありがとう、つぐみ。話を進めますね。僕たちがこの情報を知ったことは政府にも知られています。吹雪連隊長が火消しをしてくれているようですが、政府に追われる可能性も考慮しておいた方がいい。しかし国に追われた人間が生きていく術など、いや、そうか、セイランがあるな。ええ、最悪はセイランに逃げ込むことも考えた方がいいかもしれません。それからユイト、記憶の方はその後どうですか？今のところは記憶が途切れたりってことはないみたいだ。多分おかしなことがあればすぐ僕らに共有してください。ただ処方されたあの薬は、海抜群病院で処方されたアンプル、なんか怖い。うん、そうだよね。私も心配だよ。ええ、申し訳ありませんが、何かよほどひどい症状の進行がない限りは飲まずにいた方がいいでしょう。そうだな、そうするよ。なあ、今回のこと兄貴、スメラギ本部長に聞いた方がいいのかな？そうか、スメラギ本部長はユイトのお兄さんだったな。僕は余計なことはしない方がいいと思います。本部長は政府の人間です。もちろんユイトの家族ではありますが、今下手な接触をするのは危険です。吹雪連隊長の行動を邪魔することになっては迷惑がかかってしまいます。そうだよな、兄さん。兄さんもニューヒムカの超能力実験のことを知ってるのか？ナギをあんな風にしたのも父さんと兄さんか？くそ、俺だけ何も知らされてない。俺だけが
ユイト、すみませんでした。体調を差し置いて出しゃばりすぎました。いや、ルカはいつも冷静だし助かってるよ。これからも思ったことは言ってくれ。わかりました。まあ、Burn. Fuck it up. Woo. Alright.